ちゃんくんはお休み中です。今日はですね、朝からずっと雨が降っていて、木曜日だね、明日が金曜日で、クロケンおじさん歌う日なのでですね、マスクをつけながら、掃除を今していました。やっぱりね、このスポンジ系の猫の毛を取るやつ、猫の毛を取るだけじゃないのかな、猫の形してるからそれ用になっていると思うんですが、すごいですね、カーペットの中に目には見えない形でものすごくたくさん、毛がありました。ちょっと汚いけど、うん、なんだね、あ、ちょっとまとまっちゃった、ということでですね、これで今日もすでに喉がガラガラしてるんですが、今日から明日にかけてマスクをしておいてですね、まあ、掃除もしたし、喉の調子を調整して整えてですね、明日の歌に備えようかなと思います。りゃんくんは寝てます。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、うん、うん、はい、声どうした？ポンちゃん、うん。
はい。乗らないで。ポンちゃんが通過しましたが、お手紙というよりお誕生日用の、カードだね、うん、をいただきました。とこれはずらしちゃいけないんだと、はい、住所がね、こういう感じの手作りでいただいています。せーの、裏もちょっと見せたいので、はい、せーの、はい、ちょうどよかった、カメラが倒れたおかげでこんな感じです。あ、ちょっと一瞬見えちゃった。まあ、うちの住所の一部だから、いいけど ね、この送ってくれた人本人のだとまずいけど。ということで、こんな感じでありがとうございます。これは裏見えても大丈夫なのね。これね、はい、ここにこうやってパカって開けた。じゃあまた絵が入っ て, ついてて、かわいい。あ、かわいいね。そうなの、女の子とか。と、女の子、あとはこのムーミンのこれ、初めて見ましたが、なんかこの艶消しの部分がこうやって擦るような感じにも見えるしということですが、そう、なんかあの黒い下にあのクレヨンとかで色を塗っといて、うん、みたいな感じだけど、でもちゃんとね、こう、こういうのがあるんだね、きっとね、きっとあるんだよね。すごいなんか不思議な、はい、初めて見たポストカードです。かわいいです。はい、どうもありがとうございます。ここを今ポンちゃんが通過しました。はい、綺麗に撮ってまたしまいましょう。ポンちゃん。ポンちゃん。チェック通過しました。ちょっとこれ剥がして。はい、ちょっと早めですけれどもという、ことですが、7月は孫いママさん、黒犬、パパさん、お誕生日ということで、こんなのいただいてしまいました。フェリシモ猫部、これはマオイママさんも大好きなフェリシモです。はい、なんかすごいやつだよこれ。あら、あらららら、大人っぽい。お、本当だ、かわいい、大人っぽいね。お、すごい、知らなかった、これかわいいね。うん、はい、こっちはちょっと小ぶりだからマオイさんかな。柄が違うのね、こんな感じ。大きさもちょっと違うんだ、白いこれが白いの。こんな感じになってます。目音マグカップということですね。いい、うん、これの上に、ポンちゃん偉いね、ポンちゃんチェックで乗らなくて、リコさん、これだったら終わっちゃうからね、うん、さあ、ということでポンちゃんはここにおりました。どうもありがとうございます。かわいいです。はい、新事実が分かりました。サイズ一緒でした。これ柄によって大きく見えたり小さく見えたりっていうとこがあるのかな。ちょっと幅がね、小さく見えたり、耐えたからでした。好きな柄を取りましょう。そうですね。はい、ジャン君、ポンちゃんだよ。ポンちゃんでした。ポンちゃんですね。はい、ジャン君、暗いです。はい、ダンボールの中にはポンちゃん必ず入ります。いい、ジャン君はどうすんの。ジャン君はちょっとね、考えてる。ポンちゃん入ってるから遠慮してんの。ポンちゃん、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 入る前はそこでね、うん、のあの敷いてるやつに乗ってくつろいでたのね。そして、あ、箱もあると思って入ったのね。ジャン君入ったね。なんか向こうで暴れてます。なんかすごい。はい、遊びに来ました。ポンちゃんさっきからめっちゃ暴れてる。はい、ジャン君